北海道の農畜産物を安全安心に運ぶのが私たちの仕事です。事業で一番大切にしていることは事故防止です。労務管理がおろそかになることで、集中力が散漫になり労災事故にもつながるリスクが高くなってしまいます。労働時間の管理は拘束時間や休息期間、運転時間と、細かく決められています。まあ、1台のトラックを稼働させるとたくさんのデータが、発生して出てくるので、運賃の計算であったり配車データだったり、これらのデータを別々に管理するということに非常に手間がかかっていました。まあ、社内でスピーディーに対応できるファイルメーカーを選びました。作業の効率化が大幅に図られました。今までは電話でドライバーに次の配車の指示をしてたんですけども、現在はファイルメーカーを使って配車の指示を行っているので、ドライバーが好きな時間に配車の指示を確認することができるところかなと思います。この北連運輸は時間の管理がしっかりされてて、無理な運行とかもなく時間もしっかり取れますし、子供たちと遊んだりだとかそういった時間がたくさん取れて楽しく過ごしてます。資料についても今までファックスで荷主さんからオーダーを受注していたんですけども、ファイルメーカーのウェブダイレクトを通して受注することで効率化されています。ウェブダイレクトというファイルメーカーならではの四角形で展開するのが最も効果的でかつ効率的だろうというふうに思いまして、まあノウハウをご提供させていただいております。で、まあ、そういうファイルメーカーを使ってですね、必ず餌がなくならないように配送していただくっていうのが、まあ一番のことだと思ってます。僕らの仕事と被らないように時間をずらして、朝早くに餌を運んできてくれているっていうのは非常にありがたいなと。北連運輸さんが確実に餌を私たちや牛たちのために供給してくれるということは非常に感謝したいなと思ってます。今後は他の業務とか無駄の非効率なところを効率化できるようなシステムの開発をしていきたいと思っています。我々といたしましてもその仕組みを安定的にかつ広範囲にわたって広げていけるようにしっかりとサポートをしていきたいというふうに考えております。輸送品質でナンバーワンの物流会社を目指す、これが当社の方針です。そのためにはやはり事故防止が最も重要でして、事故ゼロを目指して北海道の生産者の皆さんに信頼される会社づくりを目指しています。北連グループの一員として北海道農業に貢献していきたいと考えております。